はい、小高さん、山口さん、お疲れ様です。本日はよろしくお願いします。お疲れ様です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ゲストがお二人なんですね、今日は。今日は、はい、小高さんと安く済ませよって今日そうじゃないですよ、十分豪華ですよ。いいや、とんでもない。いやーゲームの、ね、内容もね、そろそろ気になってきて。そうなんですよね。すよ、あのアニメ の, あの終了あのしたあたりの時に、うん、あの夏頃に、はいはいはい、結構あの大きく発表しますよっていう、ちょっと振りかぶっちゃったんですけど、その手を引っ込めて、ちょっともう少しあのミニマムにあの情報をお伝えできればなというふうに、はい、あの思っておりますというところですね、はい、うん、で今日はですね、あのトライブナイン の, そのゲームの情報を本当はあのちょっとお見せしたいなと思ってたんですけど、ちょっともうちょっと時間をいただきたいなと思ってまして。大変ですからねすいません。いやいや、実際にはあの結構進んではいるんですけど、ちょっとまだあのお見せするにはもう少しお時間いただきたいなと思っていて、今日はですね、ちょっとその代わりといっては何なんですけど、ちょっとだけあの新情報をあの持ってこさせていただきましたということで、ここからの説明をちょっと立花さんにできればと、はい、かしこまりました、はいはい、まずは前回の XP ラジオ特別編でご紹介しました主人公と思しきキャラクター2人についてなんですが、こちら、はい、黒中陽いろは月という名前でゲーム版ドライブ9の主役として登場いたします、うん、はい、はい、でこのあれですね、お名前が今日は初めて初公開のかな、うん、黒中陽といろは月で、まあ、なんとなく名前がいつもあのドライブナインはの地名が、うん、地名あのあるので、うん、あのまあ、この辺から想像して、おということはみたいな、うん、なるほどなるほど、どこなんだろうみたいなのをちょっと想像してもらえばいいかなと思うんですけど、結構ひねってあるからちょっとわかんないですよね、うん、パッと見でもわかんないどうでしょう、わかりそうな気はするけどな。声優さんもあの気になりますね、はい、今あのちょっとこう選定中というか、あ、そうなんですね、今、はい、あのオーディションとかやらせていただいて、おりますので、まあ、その辺 どういう人なのかなみたいなのをちょっと、楽しみにしていただければなというふうに思っておりますが、はい、この2人は実は今までキービジュアルとか、うんうん、アニメを終了した時の、シマドリルさんに書いていただいたエンドカードとかにも登場していて、はい、まあ、おそらくこの辺のキャラが主人公なんだろうなとか、うん、まあ、あとそのビジュアル自体はもうすでに、うん、出てた情報なんですよね、うん、はい、なので今日はもう一人新規キャラクタービジュアルを、お、はい、ご用意してますので、はいはい、そちらの方のご紹介をお願いできればと思います、はいはい、そして今回公開となる新規キャラクタービジュアルこちらですということで、カズキ出ました。あれは、あ、カズキちょっと雰囲気変わりましたね。どうし、ど、雰囲気だいぶ、ね、そうですよね、うん、だいぶ変わるし、あれっていうで、はい、多分腕がもしかしたらこれ、そうですよ、なんか腕が治ってんのかな、治ってるんですかね、これもうギプスはないですよね。ギプスはないですよね、うん、だからまあどういう時間軸でどういうことなのかっていう、そうですね、うん、そのどういう、うん、形で登場するのかっていうところはまだちょっと秘密っていうところ で、ね、衣装も今までなん、うんうん、ね、ベストとちょっとネクタイみたいな感じで、かっちりした感じでしたよね。かっちりした感じだったんですけど、ちょっとワイルドな、うん、感じだったんですね。ジャケットはジャケットなんですけど、だから他の港トライブのメンバーとかもまた違う衣装で出てくる。そうですね、カズキが出るということは、まあ、こういう形で出るということは、もちろん港トライブのメンバーも、まあ、登場するだろうなというのは想像に難くないんですが、またちょっと違った雰囲気で、うん、出てくる続報がね、めちゃめちゃ楽しみですね、うん、はい、本当に ね、 ね、はい、まあ、でもゲームもやっぱちゃんと結構作られてはいるんで、 3D でバリバリ作ってて、うん、まあ、僕ら東京ゲームスも暁さんとか行って作ってるのをこう 見させてもらったり、こう意見言わせてもらったりとかしたんですけど、うん、結構やっぱできてましたね。みんなの反応も、僕らのみんなの反応も、あ、ここまでやるんだって感じでは、はい、気になる。そう、決してサボってたわけじゃなくて、うん、ちょっと作り込みすぎて時間がかかってしまったっていう、はい、いい方面なんですね。そう、いい方面です、はい、うんうん、頑張って作ってたんで楽しみにしていただければと、まあ、シナリオとかももうこの黒中月、はい、黒中陽といろは月とかの、うんうんうん、キャラクターに関しても多分 2,3 年も作ってますもんね、シナリオに関しては。そ, う
んな前から。そうですね。もうすでに飽き飽きしてる感じはあるっていうか。小中さん的には飽き飽きしてる。一回ちょっと忘れてもらった方がいいのか、うん、新鮮な気持ちで見せる。みんなの新鮮な気持ちについていけないっていうか、ね。やっと出たって感じが、うん、はい、あるんですかね。はい、いやあとはゲームシナリオね、ほぼじゃあ完成してるってことなんですかね。そうですね。あのおかげさまで、シナリオがもうほぼほぼ。第一部といいますか、この2人が主人公のストーリーに関しては完成しているので、まあ、今その、シナリオに沿って、もうガリガリ作っていくっていうような感じのフェーズに入ってきていて、小高さんたちにはさらにその先の、構想をちょっと今練っていただいてるっていう。本当にこんなに読むのかなっていうぐらいボリュームがあるんで、うん、楽しみ、まあ、メインストーリー以外にももちろんいろんなサイドストーリーみたいなのも、ここまで読むのかなっていういや気になりますよ。まあでも無料ですからね。いやそれが無料で読めちゃうってもったいない、すごいな、楽しみだな。はい、ありがとうございます。ということで今日はね、今までゲームのお話をされましたけど、ゲーム以外の新着情報もたくさん持ってきていただいているんですよね。そうですね、はい、なんかこう頭出しだけしていて、はい、まだ公開できてなかった Webtoon とか、うん、はい、縦読み漫画ですね、はい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 、その辺のところの情報とか、あとはグッズの新しいグッズの情報とか、うん、そういったところもちょっと盛りだくさんでいきますので、うん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。楽しみです。掴み取った XP ラジオサマーレポート2022。さて始まりました XP ラジオサマーレポート2022、司会進行は立花春賀担当いたします。よろしくお願いいたします。そして本日一緒に番組を盛り上げていただくのはこのお二人です。はい、トライブナイン原案の小高勝孝です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そして、はい、トライブナインプロデューサーの、山口です。よろしくお願いします。はい、ということで今回は制作陣お二人をお迎えしまして、トライブナインの情報をお伝えしていければと思います。早速本日のラインナップに参りましょう。こちらです。トライブナインニュース、最新グッズ情報、ポップアップショップ開催中、そしてオンライン育児開催決定、 C100 事後通販情報、アパレルコラボ情報解禁、そして続いて最新メディア情報、マンスリーイラスト企画、アフターストーリー企画、ウェブトゥーン最新情報、そして続いては春のニューフェイス大募集祭り結果発表、そしてサイコロトークとなっております。はい、いや情報盛りだくさんですね。すでにラインナップの時点 で、ね、かなり盛りだくさんになっておりますが、はい、そしてイラコンの発表もあるということで、うん、そうなんですよ、結構たくさんの応募がありまして、ね、面白い、はい、アイディアもたくさん来ているので、はいはい、この辺もご紹介していただければなと思います、はい、楽しみにお待ちください、はい、さらに今回も番組視聴者プレゼントがございます。キーワードを専用フォームに入力した方の中から5名様に XB ラジオオリジナル T シャツを、そして15名様に XB ラジオサマーレポート2022納涼うちわ3種セットをプレゼントいたします、うん、私今着させていただいております。こんな感じでロゴも入っていて、ここのね文字がホワイトじゃなくてグレーらしいんです。薄いグレーでちょっとおしゃれな感じで、すごい着心地も良くていい感じ。ちょっとグッズ担当の微妙なこだわりが、こだわりがあって、微妙じゃないですよなるべくちょっとこうねおしゃれに普段着、着れるようにということで、はい、はい、ちょっとこだわっております。で裏面もね、 T シャツの裏面もあります。おしゃれですね。そしてはい、こちらうちは3種セットですね。各トライブのビジュアルですね、写ったのと、こちら裏側もあります。よいしょ、横セット、はい、こんな感じで、うん、はい、キーワードのね番組の最後に発表いたします。それでは早速コーナーに参りましょう。トライブナインニュース。はい、このコーナーではトライブナインの最新情報を総括して皆様にお届けいたします。まずは最新グッズ情報からです。
まず最初に開催中のポップアップストアの情報から参りましょう。9月19日までアトレ秋葉原内にあるバンダイナムコアミューズメント秋葉原にてキャラポップアップストア in 千代田シティを開催中です。はい、本日はポップアップストアで販売されている新規グッズを持ってきていただいております。こちらにドドンとドドンと並んでるんですけど、わかりますか？であとこれ僕が持ってるのが、タペストリーですね。はい、はい、こういった形でかっこいい、はい、スーツ姿の。そうですよね、これ今まで見たことない衣装だから書き下ろしなんですかね。そうですね、これは書き下ろしになってます。これはタペストリー で、はい、でこれ の、 あのイラストを使った他の、グッズもございまして、この辺がアクリルスタンドのショーかな、うん、で、あと缶バッジ、このもうタイガとかカズキが結構大きい、 もはやちょっとしたホスト、ね、確かに。で小高さんの方にもこれはそうですね、あの、うん、ガラポンの、くじの、商品ということで、これが A 賞の、ものですね。一番大きい、結構アクリルパネル、メンコとしても使えますよね、これ。バチコーン、バチーンと、これはきっといきそうですけどね。やばいですね、やばいです、これでメンコしたらやばい。でもかっこいいですね、背景と相まって結構バキッとしてて、うん、おしゃれ、うん、全部並べたくなっちゃいますけどね。欲しいですね。これは缶バッジ台ですかね、うん、はい、これもフリスビーとして使えますもんね。帰ってきますかねそれね。落ちていきそうですけど、どっか飛んでっちゃうかもしれない。危ない危ない。なるほど、モノクロなんですね。かっこいい、後ろにミラットドライブのあれがあったり、うん、はい、そしてイラストシート、あ、ポストカードとしても使えます。切手を貼れば、はい、切手を貼れば確かに、うん、まあ、届くんじゃないですかね。届きますよ、切手貼れば、うん、イラストシートです、はい、おしゃれです、うん、素敵ですね、はい、ぜひゲットしてみてください。ありがとうございます。はい、こちらキャラポップアップストアイン千代田シティは8月19日金曜日から9月19日までバンダイナムコアミューズメント秋葉原にて開催中です。番組をご覧の皆様もぜひ足を運んでみてください。続いては書き下ろしデフォルメイラストのオンラインくじの販売が決定しております。はい、今回は各トライブリーダーのデフォルメイラストのグッズが登場しております。はい、はい、こちらですね、 S 賞、 A 賞、これマグカップですか。 A 賞は、 A 賞はマグカップ、かっこいい、ね、はい、これ欲しい、これでコーヒーをね、神谷のように、いい、なるほど、確かに確かに確かに、吐いちゃわないように。はい、では続いては、はい、各トライブリーダーのデフォルメイラストのグッズが登場しております。かわいい、かわいいですね、かわいい、これが書き下ろしの、はい、イラストになっておりまして、これはアクリルスタンドとか、ハンカチとか、うん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 、缶バッジとかステッカーとかキーホルダーになるよと、うん、でこれはここでしか手に入らないものになってますと、うんうんうん、はい、で各トライブリーダーが、まあしらわれたなりますので、うん、ありがとうございます。はい、こちらご紹介したグッズはインクルーズさんのオンラインくじでしか手に入らないのでお見逃しなく、詳細は公式ツイッターをご確認ください。はい、ぜひチャレンジお願いいたします。はい、続いてのグッズ情報は先日開催されたコミックマーケット100で販売した新作グッズの事後通販についてです。はい、トライブ9もですね、コミックマーケット100、出展させていただいておりました。はい、多くの方にご来場いただきありがとうございます。ありがとうございました。はい、でただまあね、抽選制ということで、参加できなかった方も、多くいらっしゃったかなと思いますので、事後通販を今回、はい、用意させていただきました。 ありがたい、ありがたい、はい、というわけでそれの、グッズ、はい、一部ご紹介したいと思います。はい、でここにあるのがですね、モノトーンタオル、かっこいい、こんな感じ、うん、これは、トライブ港以外のトライブリーダーズのタオルですね。うん、はい、いいですね、犬の足を拭くのにちょうどいいかもしれない。いやいやいや、もう大事に使ってください。それ以外にもいろいろ使います。お風呂上がった後に体拭いたりとか、うんうん、犬がね、犬のあくまで犬なんですね。あくまで犬、はい、でこれはあれか、女性陣の、うん、かわいい、ね、はい、でこちらは、港トライブかな、うんうんうん、トライブメンバーですね。おしゃれ、かっこいいですね。そうですね、モノトーンでちょっとワンポイントカラーが入ってるみたいな感じで、うん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 、
なかなかねグッズではあんまりない、うん、そうですね、グッズって分かんないレベルですよね、結構かっこいいです、うん、はい、はい、ありがとうございます。モートンタオですね、はい、で小高さんの方にははい、ランダムアクリルキーホルダー、アクリルキーホルダー並ぶと圧巻ですね、こんなにキャラクターいたんだって思いますよね、うん、やっぱりこれ全キャラですか、これ全キャラクターですね、うんうんうん、はい、確かに多いですね、多いですね、すごい。こちらの他にもステッカーもね、ステッカーセットもあるということで、はい、こちらもねぜひチェックしてみてください、はい、ありがとうございます、はいはい、こちら事後通販は9月30日までとなっております。通販サイトにつきましては公式ホームページまたは公式ツイッターをご確認ください、はい、最後にアパレルコラボのお知らせです、うん、ここは山口さんから発表をしていただきたいと思います。はい、それでは発表させていただきます。はい、原宿から世界へ発信するスニーカーセレクトショップアトモスさんとのコラボグッズが決定いたしました。あのおしゃれなショップ、アトモスですよ、かっこいいんですよ、いろいろなところにあの、うんうん、ショップがあっておしゃれなスニーカーとか、うんうんうん、T シャツとか、うんうん、販売されてるところなんですけれども、はいはい、今回そのアトモスさんとトライブ9のコラボレーションによるグッズ、はい、これを今日、うん、お伝えできればなというふうに思っております。はい、はいはい、本日は、ね、なんと監修中のグッズがあるということで、そうですね、早速、ま、ちょっとフィックスじゃないんですけど、はい、ご紹介を、すでにあるものをご紹介できそうなものがあるんで持ってきましたということで、ダラ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 ダン、おー、かっこいい、はい、T シャツでございます。今までなんかトライブ9のグッズって黒がね多かったから、確かにそうですね、この微妙なこの色合わせというか、うん、そうですね、なんかスモーキーな色っていうか、ちょっとこのネオンカラーの、港プリントと港のキービジュアルを少しダメージ加工といいますか、ウォッシュ加工といいますか、かすれみたいな感じで、こうデザインしていると。ヴィンテージ感ありますよね。そうですね、ありますね、うん、まあ、こうなかなかおしゃれに着ていただけるのではないでしょうかと、うんうんうん、今までのグッズにはない感じですかね。そうですね、うん、まあ、これはもうアトモスさんのね、もうブランドもありますから、うん、間違いなく街で着てても、あ、はい、おしゃれとおしゃれでおしゃれ確定でございます。確定でございます。もうなるほど、はい、皆さんね、これ T シャツ以外もあるんですかね。 T シャツ以外も、はい、あります。わ、はい、靴下、靴下、ソックス、ごめんなさい言い方が、うん、言い方がおしゃれじゃなかった、うん、ソックスですね、ソックスですね、ソックスとか、はい、で港トライブのロゴをこうなんですかね、ちょっとおしゃれにあしらった、まあ、ソックスということで、ちょっとデザインがまたねできてきたら、うん、ご紹介させていただきたいと思いますんで、はい、楽しみにしていただければと思います、はいはい、かしこまりました。アトモスさんとのコラボ商品についての続報につきましては、うん、公式ホームページまたは公式ツイッターにて発表いたしますのでお待ちください。はい、ということでここまでがグッズ紹介となります、うん、続いては最新メディア情報です。新規書き下ろしマンスリーイラスト企画決定。はい、ということで毎月1枚ツイッターにてトライブ9の書き下ろしイラストを公開することが決定いたしました。はい、マンスリーイラスト、これは今まで見たことないイラストってことですかね。あ、そうですね、これは新規イラストということでですね、うんうん、ファンの皆さんにもちょっとこう供給が今公式が足りないんじゃないかというところですね。アニメもね、喜んでいただけるんじゃないかなと思うんですけれども、うんうん、はい、ちょっとまだ現在制作中というところなんですけれども、うんうんうん、まあ、結構こだわって作らせていただいておりますと、はい、で、トライブのメンバーのですね、まあ、日常というか、おー、そういった普段のちょっとこう姿とかっていうのとか、まあ、ちょっと季節にちなんだ、うんうん、まあ、イラストみたいなものを、毎月お届け、していこうかなというふうに思っておりますと、はい、いう感じです、はい、楽しみですね、はい、初回はテーマはお月見とのことです、うん、はい、お月見ってことは誰がお月見するんですか。お月見するんですか。そうですね、ちょっとお月見だからというわけじゃないんですけれども、うん、初回に出るのは、春とタイガが、あ、なるほどなるほど、はい、まあ、主人公ということで、うん、はいはい、こちらツイッターイラストは2022年9月から2023年6月まで公開いたします。楽しみに、はい、ぜひリツイートであったりとか、うんうんうん、いいねを、うん、いただければなというふうに思ってます、はい、よろしくお願いいたします、はい、はい、では続いてはこちらです。イラストストーリー第1弾10月公開、はい、
3月に放送した XB ラジオ特別編で山口さんが構想をお話しされていたスピンオフ的なお話とのことですが、はい、こちらはですね、その、まあ、アニメでやっぱりこう語りきれなかった、はい、まあ、シナリオとか、うんうんうん、まあ、泣く泣くちょっとこうカットしてしまったお話エピソードとか、うん、そういったものがあるんですけれども、はい、その辺のところをですね、こうスピンオフ的に、まあ、イラストストーリーという形でイラストとちょっと、小説的な、テキストで、ご紹介していきたいという風な感じの企画になっておりまして、はい、その第1弾が10月に、公開、したいという風に思っています。これは何で公開するんですか？これはツイッターをで、告知して、で、はいはいはい、そこからリンクで、はいはいはい、飛んでウェブページに飛んでいくような感じの、構成ですね、うん、はい、はい、これ10月にまずは何が出るのかっていうところとか、そういうのとかっていうのはまだちょっと言えないんですかね？これはですね、ちょっと今ちょうど小高さんたちにもご監修いただいている、うん、ところではあるんですけれども、はい、12話終了後のまずは港トライブのどんな感じになってんのかなと、うん、なるほど、あの後ですね、気になりますよね。ちょっと春が告白に失敗した後のギクシャクギクシャクそこなのかどうなのか、はい、うーん、いったようなところとかをちょっとこう深掘っていくようなエピソードになる予定です、うん、はい、はい、こちらイラストストーリーのイラストはアニメーションキャラクターデザイン創作画監督をしていた矢本洋介さんが担当されるということで、はい、これは気になりますね。そうですね、はい、作家の矢本さんに美麗なイラストを、添えていただこうかなというふうに思ってて、今ちょうど公式ツイッターの方にもですね、矢本さんがアニメが始まる前にいろいろこう、スケッチを練習していただいた時の、あれ練習なんですか？そうなんですよ。ラフスケッチですね。ラフスケッチなんです。なんか完成校みたいなクオリティだからちょっと。そう、もうあれ自体がもうすでになんかもうアートのような、そうなんですよ、そうなんですよ、感じになってるんですけども、はい、あれはなんか山本さん的にはちょっとこう練習的に、練習、うん、ちょっとそうなんです、鳴らすために書いてたみたいな、はい、ものらしいんですけども、あまりに素晴らしかったんでちょっとこれ出させてくれというお願いをして出したものなんですよね。はい、あれ画像スライドも出るんですかね。そうですね、今一度皆さんでね見ていきたいと思うんですよ。これだって私コンセプトアートみたいな、そういう結構立ち位置のものなのかなっていうクオリティだと思ってたんですけど、うん、ラフなんですね。かっこよすぎる。普通にだってね、1万円でポストカードとかにして売ってほしいレベルのクオリティですよね、これはね。そうですね、本当に。でなので、まあ、このエアボンさんにも、イラストストーリーの方も書き下ろしで書いていただくということで、楽しみすぎる。もうぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、はい、こちらは週2回トライブ9の公式ツイッターにて公開中です。合わせてチェックしてみてください。はい、トライブ9のねツイッターのフォロー、布教も、うん、ぜひお願いいたします。よろしくお願いいたします。 ですね、はいはい、ではお待たせいたしました。続いては Webtoon の続報です。はい、 Webtoon 2022 12月俳句コミックにて連載開始ということで、はい、ようやくですすいません12月、いや、待ってました。俳句コミックは株式会社あかつきが手掛ける縦読みフルカラーの Webtoon に完全特化した漫画アプリとなっており、オリジナル作品を多数連載中ですとのことです、うん、はい、内容的にはどんな感じなんですかね？トライブ9のアニメの方をなぞりつつ、うん、でもまあ Webtoon にかなり特化した作りになってるんで、全然新しく新鮮な気持ちで読めますし、まあ、アニメ見てない人でも全然楽しめるような作りになってるんで、はい、ぜひ見てほしいですね。そうですね、はい、全然Webtoon からトライブ9を知っていただいて、うん、またアニメを見ていただいたりとかで、アニメをすでにご覧になってる方もWebtoon を見て、先ほどあったようなそのちょっとアニメでは少し語りきれなかったところとかも、うんうんうん、Webtoon の方で少し入ってエピソードが入ってたりとかもするので、うんうん、まあ、そういった違いとかを、はい、楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思っていますと、はい、でこの Webtoon がですね、その2022年12月に連載開始っていうのが
決定したんですけども、はい、今日、特別に、中身の数カットを持ってきておりますわ、みんなで見たいなと思っております。はい、ということで、はい、先行カットこちらとなっております。うわ、まず1枚目からすごい迫力ですね。タイガのこうすごい、これはマグロ、マグロですね。あ、マグロのところか。マグロで敵を、不良を、あ、最初のとこですね。最初のとこですね。あのワカメか、ワカメかぶって、ワカメかぶって、かっこいい。ここから不良を威圧してるシーンですかね。顔がいい、うん、顔がいいな。やっぱこの縦目を見の感覚はちょっと面白いですよね。面白いですよね、うん、うわー、またちょっとアニメとは違う迫力ありますね。よく球をこう、うんうん、投げるシーンってあるじゃないですか、うん、ありますありますね。本編でもアニメ本編でも、でそこがこうビューンっていうこの縦のスクロールとかで、はいはいはい、距離感とかを表現してたりとか、なんかそういう使い方が、うん、なんかこう普通の漫画ではできない、使い方になってたりするので、はい、そういったところもですね、なんかこう普段のこう横開きの漫画読んでる人には、うんうん、その辺も新鮮な感じになるんじゃないかなと、うん、そうですね。フルカラーですか？フルカラーなんですよ。そうなんです。これはもう全部着彩してある、うん、一番最初だけとかじゃなくて、あ、じゃないです、じゃないです、全編、全編ずっとフルカラー、ね、豪華すぎる。はい、そうですよね。トライブナインやっぱりなんか色が綺麗だったりするから、そこをね、まさにまさに伝えていきたいですもんね。そのネオンの感じとか、うんうんうん、その各キャラクターのその色彩とか、うんうん、アニメの方も結構こうビビッドな、そうですね、カラーバランスっていうのを心がけてやってたんですけど、その辺のところがすごく再現されてるんじゃないかなと思いますね。そうですね、はい、これ俳句コミックってどうやったら入れるんですか？俳句コミックは、もうすでにアップストアで、公開されています。あと Google プレイの、うん、ストアですね。で、はい、そちらで俳句コミックを検索していただいて、はいはい、ダウンロードしていただければ、まだトライブナイン連載されてないんですけれども、うん、他にもたくさんいろんな漫画が、うん、読めますので、はい、あ、漫画じゃない、ごめんなさい、ウェブトゥーン、はい、読めますので、はい、そちらをですね、楽しみながら、はい、ちょっとトライブナインの連載開始待っていただければなと思います。こちら詳しい連載開始日時が決定いたしましたら、公式サイトおよびトライブナイン公式ツイッターにてお知らせいたします。どうぞお楽しみにお待ちください。はい、ということで、もうコンテンツ、ニューコンテンツ盛りだくさんでお届けしてまいりました、はい、いやー、ちょっとこれからもトライブナインは進んでいきますね、どん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 、ね、はい、アニメ終了からちょっとトライブナインどうなるんだろうってちょっとね、うんうん、心配な方も、いらっしゃったかと思うんですけれども、はい、はい、こういった形でどんどん、世界を、広げていきたいなというふうに思いますので、ね、ちょっとこういったウェブトゥーンを見たりとか、うんうん、まあ、イラストストーリー読んだりとかで、うんうん、ゲームまでの、時間っていうのを、楽しんでいただければなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます、うん、ということで以上ドライブナインニュースでした。港トライブボンバー、こんな簡単な話気づかない方がおかしいんだよ。当たらなかったとしても全力で振るだけだ。ガラクタだなんて言わせない。だけど僕にできることはこれしかないんだ。春のニューフェイス大募集祭り結果発表よっよっよっ、はい、はい、さてここからはトライブナイン公式ツイッターで開催していたイラストコンテストの結果発表に移りたいと思います。はい、ということでトライブナインではアニメに登場していないシティのトライブを対象にニューキャラクターのデザインを募集する春のニューフェイス大募集祭りを開催していました。こちらトライブナイン大賞に選ばれた作品は応募していただいたキャラクターが実際に作品に登場するほか、オリジナルアマゾンギフト券10万円分とオリジナルグッズを、そして小高勝隆賞、山口周平賞、小松崎類賞、島ドリル賞に選ばれた方にはオリジナルアマゾンギフト券1万円分とオリジナルグッズをプレゼントいたします、はい、はい、ということでたくさんのご応募あったみたいなんですよね。そうなんですよ、相当な量の、応募があって、はい、ちょっとびっくりしたんですよね。うん、もうちょっとその絵も設定も考えなきゃいけないから、うん、そうですよね、ちょっと大変かなと思ったんですけど、まあ、皆さんなんかすごい楽しんでなんかこう考えていただいているような雰囲気を一個一個の作品からとても感じましたけど、小高さんいかがでしたか？そうですね、海外からもなんか応募があったんですよね。へえ、そうなんですよ、へえ、すごい、うん、だから結構バラエティに富んでるっていうか、うん、まあ普通になんか
いいですよ、ね、いいものがいっぱいありました。気になりますね、どんなのがあったのか。はい、ありがとう。ちょっと面白かったのが、はい、あのトライブナインの公式ツイッターで4コマ漫画を手掛けていただいていた、はい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 、星さんっていうあの先生、はいはい、からの応募もあった。あ、そうなんですか。ダマで、あれこれ星さんじゃないみたいな、ま、それ何も言わずに何も言わずに何も言わずに応募が入ってたんですね、うん、なんかやたら絵うまいなみたいな。やたら絵うまいなちょっとびっくりしたんですけども、愛がすごいですね。ちょっとせっかく応募していただいたんですけど、うん、ちょっと公式の作品にまあ関わっていただいてるっていうところもあって、はいはい、今回はちょっと受賞対象にとさせていただければと思ってるんですが、はい、ありがとうございます。今回ですが各賞ノミネート作品から発表いただきまして、その中から受賞作品の発表を行っていきます。ではまずは小松崎るい賞を発表いたしましょう。発表につきましてはこちらは小高さんからお願いいたします。はい、はい、小松崎るい賞はペンネームペアさん、はい、江戸川トライブのゴミ出しアクターです、はい、すっごいもおめでとうございます。おめでとうございま す, いま す, いますこちらノミネートプラス受賞ということで、うん、はい、もう受賞なんですね。もうね、一作品だけ、一作品だけ、はい、もう愛がすごい、うん、これしかないっていう感じの、ね、感じでしたね。小松崎さんの、いやもうでも見ただけで一発でビジュアルのインパクトがすごいですもんね。ではこちら選定コメントをお預かりしておりますので、こちら私から発表させていただきます。はい、ゴミ箱を着るという発想が新しすぎるとのことです、うん、いやそれはそう何を持ってゴミ箱を着ようと思ったんですかね。そうですね、そしてなんで江戸川トライブなんだろう、それがっていうその辺のミステリアスなところも。ちょっと江戸川そんなことじゃないですよいやすごいな。ちょっとね、この後の作品のねインパクトがすごい気になってしまうんですが、では続きましてはシマドリル賞を発表いたしましょう。はい、こちらにつきましては発表は山口さんにお願いいたします。ですね、シマドリルさんの、はい、賞はですね、ちょっとノミネートが、はい、いくつかありまして、はい、ではまずは一作目から、はい、ペンネームこんにゃくいもさんの、はい、葛飾トライブの、キャラクターですね、はい、タカラバユア、タカラバユア、これ絵うまいですね、普通これめちゃめちゃ絵うまいですプロの方かなっていう感じがします。あ、これ待って、男性なんですね。あ、そうなんですよ、僕も一瞬女性のキャラクターなのかなと思ったんですけれども、性別は男性ですね。へで、葛飾ということでですね、うんうん、おもちゃメーカー、なるほどなるほど、社長っていう設定なのかな、うん、はい、まあ、イケメン社長は間違いないですよね、うん、ねちょっと褐色な感じで、うん、ちょっと異国感もありますよね、うんうん、あの辺ってなんかこう昔からのおもちゃ、ありますよね、メーカーとかがたくさんあったりとかもするんで、まあ、そういったトライブの、特徴を、うん、掴んでいただいたキャラなのかなというふうに思っております、うん、はい、はい、で続きまして2番目の候補ですね、はいはい、ペンネーム、番犬さんの、高等トライブのキャラクター塩見ハイジですね、はい、これは清掃員なのかな、清掃員っぽいですよね、自称掃除屋で、自称なんですね自称なるほど、さっきのゴミ出しのやつと戦ったらどうなるんですか。そうですね、掃除されちゃ う, そう掃除されちゃう。ああ、いいですね、そういう戦いもちょっと想像できちゃって、うんうん、XB は弱い人間を淘汰する掃除の一環と考えても、なかなか強烈な、うんうん、すごいですね。でもあれがバットなんですかね。そうですね、モップがもうバット代わり、ね、バット代わりなんですかね、はい、最後の一行に何かを形容するときにゴミみたいなと言いがちって書いてあるんですけどさっきのこのゴミ出しを見たときにゴミみたいというか、まあ、ゴミ出しゴミ出し、うん、なかなか因縁の戦いになりそうです。面白いですね。そうですね、ゴミ出しアクタとのシナジーがシナジーがすごいですね、すごいですね、うん、2人セットで実装してほしいですね、うん、はい、では最後の3作品目、はい、3作品目は、ペンネーム、おまやさんの、うん、6号小町中央トライブのキャラクターですね、はい、まあ、女性のキャラクターってことで可愛い、可愛い、ビジュアルがめちゃめちゃ可愛いですね。シンプルに可愛いですね。うん、でなんかまあ小町っていう名前からやっぱちょっとお米とか、なんか稲作とか、なんかその辺のところが
特徴になっている、まあ、ちょっと農業キャラっぽいんですけど、うん、なぜ中央トライブなのかが、ね、中央なんですよね、よくわからないというか、ちょっと読み取れなかったんですけど、ね、あと XB ギアも結構アクがすごいですね、なんか人工知能カカシのマナブ君っていう、うん、をバットとして、まあ、使う、うん、まあ、カカシをバットで使うっていう発想はちょっとトライブナインっぽい感じですよね、うん、面白いですね。なんだろうな、中央区って多分銀座とかがあるので、ゆえにグルメタウンなのかな、なんですかね、もともとのなんか中央区のなんかルーツとかそういうのにもあるのかな、どうなんですかね。そうですね、なんかそう気になりますね、中央トライブである理由がね。確かになんかあの辺なんかこう地方のこう県のアンテナショップとかが、あ、確かに確かに確かに、そういうイメージなのかなと思ったりもするんですよね。お前さんちょっと聞いてみたいですね。そうですね、ちょっと解説を後でいただけると、はい、そうですね、ツイッターかなんかでね、はい、書いていただけると嬉しいです。はい、はい、ということで、こちらは以上ですかね、この3作品ですかね。はい、はい、ありがとうございます。はい、こちらのこれを、あ、はい、島ドリルさんに選んでいただいたんですけれども、はい、島ドリル賞受賞作品はこちらです。おー、はい、ペンネームこんにゃくさんの、葛飾トライブ宝は岩がマドリル賞受賞作品になりました。あ、おめでとうございます。はい、ということで同じく受賞コメントこちらもいただいておりますので、私が代読させていただきます。はい、こちら、かわいい、うん、その一言だそうです。なるほど、もうビジュアルがね、もう多分島ドリルさん的には気に入ったんだと思います。いや、まあね、普通に使えますよね。そうですよね、普通に、はい、普通に設定も普通に使えますね。小高さん的にはもうバッチリ、うん、バッチリ。そうですね、なんかもう本当に、うん、あの小高さんの作品に出てきそうですよね、うん、出てきそうな、うん、このマスコットもな、マスコットみたいなやつもいいし、いいですよね、うん、ちゃんと XB ボールを抱えているんですよ、ね、あー、なるほどなるほど、本当だ、そういったところの細かい、いいですね、こだわりも本人が投げるっていうよりなんかおもちゃがやってる、操ってる感って感じですね。そうですね、このパペットくんが投げてくれたりとかするんじゃないですか、ね、やっぱこういうちょっとショタっぽい、あの頭がいいで社長もやってるみたいなやつがちょっとこう屈辱にまみれてほしいみたいな、ちょっとそういうところにこうゾクゾクする、ゾクゾクする、うん、小中ワールド出てますね。はい、では改めてね、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、では続きましては、はい、では小高和孝賞発表いたしましょうか、はい、まずはでは小高さんからノミネート作品のご紹介。結構あるんですけど、はい、最初はインゲン豆さんの鷹の番、はい、目黒トライブ、なるほど、はい、目黒トライブ、メンズモデルっていうことね。あ、メンズモデル、なるほどね、ちょっと目黒のおしゃれな感じですかね、うん、へー、いいですね、イケメンキャラちょっとねいっぱいいますけど、ドライブナインには新たな資格が来るかもしれないですね。193センチって書いてありますよ、だってめちゃめちゃ高身長、高身長、かなり高身長ですね。うん、193センチで60キロ、めっちゃ細い、骨とかしかないかもしれない。はい、ありがとうございます。では2作品目お願いします。はい、ペンネームエドガーさんかな、はい、のエドガートライブの青空雨ですね。はあ、まあ、これはなんかビジュアル的になんか面白いなと思って、うん、おそらく海外の方の、あ、そうなんですね、かなと、はい、ちょっと説明文がおそらく多分翻訳、うん、ツールにかけたような感じのあれだったので、おそらく海外の方からの、はい、うん、ご応募だったのではないか。これはちょっとパッと 見た目だけで選びました。いいですね、うん、はい、では3作品目、はい、はペンネームエアーさんの、はい、板橋トライブ、はい、鎧塚アーマ、はい、名前で分かりますね、うん、もう鎧を着てるっていうのが、うん、ちょっと面白いなと思ったのがこう体重が重いことにコンプレックスを抱いてるっていうのがこう二度と解消されないサイボーグであるがゆえに一生解消されないコンプレックス、サイボーグなんですね、悲しすぎますね、はい、悲しすぎる。しかも174センチって結構大きい、そうですね、うん、で85キロ、
まあ、テクノロジーが進歩していけばもしかしたら軽くなるのかもしれないけど。すごい、うん、でも浮遊できるから最初できてる可能性もあるんですよね。ああ確かに確かに、もう体重計乗るときに若干浮遊すれば、浮遊すれば少しごまかすことができるんじゃないかっていう設定が面白いですね、うん、ちょっと設定はかなり面白いですね、はい、僕もこれ結構あの、うん、好きな、はい、好きな作品でしたね、はい、はい、4作品目ですね、はい、ペンネームカレンネさんの渋谷トライブの柴谷いとこ、はい、うん、かわいい、このまあかわいいですね、選んだポイントはやっぱ自撮り棒、うーん、自撮り棒というのだとこのハチ公、なるほどなるほど、こうすっごい顔がすごいですね、ハチ公こういうバスはあります、ありますよね、ハチ公バス、でもハチ公乗って自撮り棒はいいなっていう、うんうん、トライブに合ってる自撮り棒キャラ の、うん、あの応募は他にもちょこちょこありましたね、あったんですね、ちょっとこのやっぱハチ公の乗り物とのさらに組み合わせで、うん、可愛らしいっていうところでって感じですかね、うん、100センチって書いてありました、ちっちゃいですね、ちっちゃい、ちっちゃい、はい、ということでこちら4作品がノミネート作品となりました、うん、では、改めて受賞作品の発表をお願いいたします、はい、受賞作品はペンネームインゲンさんの高野晩ですね、 おめでとうございますモデル、はい、こいつなんですね、こいつなんですね、やっぱりこうなんていうんですかね、あのメンズモデルでこう暴力的でガチのファンからバットをもらったりっていう、こうなんですか、こうピエンをなんか集めそうなこのなんかこうそういう感じが今してますね、いいですね、うん、変装時もいいですよね、リアル感ありますよね、はい、こういうホストがいると結構もうみんな寄ってきちゃいますね、沼になってくんだな、沼になっていくんだな、うん、はい、ではおめで、一緒に俺とお前で一緒に天下取ろうぜみたいなことを女の子に言ってあ私も頑張るねって言ってこうやってるんだろうなって、あでもいいですね、うん、どんどんストーリーが膨らみますね、うん、下道ですよこいつはきっとはい、ということでインゲンマムさんおめでとうございました、はい、では最後に山口周平賞の発表に参りましょうか、はい、はい、ちょっと最後っていうところで緊張するんですけれども、はい、じゃあちょっと僕も何作かノミネート作品がありますので、はいはい、ご紹介していただきたいと思います、はい、まずは1作品目ですね、ペンネームめんだこうどんさんの、はい、目黒トライブのキャラクターのうなぎらのぞみですね、はい、これはあの、まあ、目黒ということでですね、うん、まあ、目黒のサンマを、なるほど、 XB ギアとして、はい、使っているというキャラクターにございます。 XB ギアいいですね。で、あの弊社ですね、はい、うちの会社の暁ゲームスもですね、はい、あのまあ、目黒駅が最寄りの駅となってまして、あ、なるほど、その辺のところ の、 あのシナジーもシナジーで、はい、目黒のさんまキャラクターいいなと思って、はい、選ばさせていただきました。いいですね、大河のマグロとちょっと VS って感じになりそうですね。そうですね、そういったあのところも、うん、あのちょっとこううまくライバルみたいな感じで、はい、じゃあ、続きまして2作品目ですね、はい、ペンネーム、ちいさんの、はい、杉並トライブのキャラクターでさざ波ピノアですね、はい、はい、アンティークなものを大事にする人たちが集まってできたトライブで、うん、なるほどなるほどなるほど、まあ、いろいろ作曲とか、まあ、するとかっていうキャラクターなんですけれども、かわいい、これはちょっとはい、なんかかわいいなと思って、かわいい、シンプルにかわいいなと思っていい、ね、あの選ばさせていただきました、うん、でこれもなん杉並トライブとアンティークっていうのがあれですかね、なんか高円寺とか、はい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 、阿佐ヶ谷とか荻窪とか、ちょっと その辺のイメージなのかなっていうふうなところで、おしゃれな喫茶店とかなんかそういうのありますね、あ確かにありますね、うん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 、まあ、その辺のところが杉並っぽいのかな、うん、確かにこういうキャラあんまりトライブナインいない感じするんで、こうザ可愛いみたいな、うん、そうですね、いいですね、はい、うん、いいんじゃないかなと思って、はい、選ばさせていただきました。す杉並のイメージがないですもんね、うん、なんかそうですね、そうですねこれこれいや、まあそうですね、そういうところにこういうのアンティークっぽいの確かにいいかもしれない、うん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 、では続いて、3作品目はこちらです、ペンネーム相葉陽さんかな、相葉陽さんの、墨田トライブの、キャラクターで加納金四郎ですね、はい、うん、なんかちょっとこうイラストにすげえ味があって
めちゃありますね。ちょっと黒の背景と融合化しててちょっとかっこいい、ね、この相葉さんなんですけど、むちゃくちゃ応募してくれたんですよ、うん、ああそうなんですか。これだけじゃないですか。だったかな、20?30 超えてたような気がするんですけど、愛がすごい。それもあって、まあ、その中でもこのキャラクター結構面白いなと思って、はい、でこの3作品の中から、はい、大賞を選ばさせていただいたんですけれども、はい、私の、大賞、受賞作品は、はい、こちらになっておりますということで、すみません、さっきの解説からすでになんかこの愛が出てました。カノキンシロ愛が出ちゃってたんですけども、はい、あのカノキンシロ、ペンネーム相葉陽さんの、キャラクターを選ばさせていただきました、はい、おめでとうございます。はい、もうすでにね山口さんの紹介のところから愛が出てましたもんね。そうですね、すみません、ね、いやでも他の2つもすごい可愛らしくてですね、うんうんうん、こっちを選びたかったんですけど、ちょっと、はい、まあ、合ってますね、確かにちょっとね、うん、まあ、このキャラが動いたり喋ったりしたらちょっとどうなるかっていうのもね気になりますもんね。ということで受賞者の皆様本当におめでとうございます。皆様にはオリジナル Amazon ギフト券1万円分とオリジナルグッズをお送りいたしますので楽しみにお待ちください。ということでここまで受賞作品ご紹介してきましたが、さあいよいよ大賞の発表となっております。こちらは山口さんからよろしくお願いいたします。はい、トライブナイン大賞なんですけど、はい、ちょっとですね今回、はい、大賞の発表はですね保留とさせていただけないかなと思って、保留でまさかのまさかの、まさかの、まさかの保留なんですけれども、はい、こう なぜかというところなんですが、はい、想像以上にいい作品がなるほど多かったんですよ。ですごいたくさん作品も応募していただいて、なんか僕も東京の皆さんもですね、うんうん、かなり選定に迷ってしまって、はい、で正直なんかこれもう一回応募したら、うん、もっといい、うん、いくんじゃないかっていう、ちょっとこう欲が出てしまいまして、なるほどなるほど、はい、できればですね、はい、第、2回を開催させていただきまして、はい、その第2回の作品と今回の第1回の作品を全て合わせた中から、うん、トライブナイン大賞をですね、はい、選ばさせていただけないかなということで、今回は各、クリエイターの賞の発表までさせていただければなと思っていますということで、はい、第2回イラストコンテスト開催決定ということで、はい、ぜひまた今回惜しくも受賞を逃してしまった方もですね、うん、また何十作品と送っていただいても制限はないので、ね、まあ、もうすでに応募していただいた方の中から大賞が選ばれることもあるんですよね。第1回そうですね、今回の、受賞作品も可能性はありますし、はいはいはい、今回選から漏れてしまった方も可能性はあるというような形で、大賞を選ばさせていただければというふうに思っております。はい、ありがとうございます、はい、で気になるその第2回が、はい、いつからなのかっていうところはまた、公式ツイッターの方で速報を発表させていただければと思いますので、はい、ツイッターをフォローしてお待ちいただければというふうに思っております。はい、ありがとうございました。皆さんもねたくさんのご応募誠にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。サイコロトーク、はい、ということで本日はトライブナインを制作されたお二方がゲストということでディープなお話伺えるんじゃないかなと思いまして、サイコロトークのコーナーを設けさせていただきました。はい、はい、こちら質問のラインナップがこちらです。どどん。1、自分がトライブに入るとしたらどのトライブに入る。2、ラブリーオーシャンの新作メニューを考えてください。3、トライブキャラの中でバッテリーを組ませるとしたら。4、学園パロディをやる場合の学年設定やクラス設定を教えてください。5、推しキャラを語ってください。6、山口さんは小高さんに今だから聞きたいこと。はい、ということで、なるほど、
ではまずは山口さんからサイコロを振っていただいて、はい、どの質問を答えるか見てみましょう。緊張しますね。はい、お願いします。はい、はい、4番ということで、学園パロディをやる場合の学年設定やクラス設定教えてください。学園パロディが、まあ、そもそもどんな学園にするのかからですよね、うんうん、もうすっごい学校ですよ。だって全員集まったらやっぱ鬼滅、なんか鬼滅学園みたいなやつですか。あ、そうですよね、うん、結構ありますよね。ああいうノリの、うんうんうん、逆にあれ幼稚園とかにしちゃえばいいんじゃないですかね。あ、みんな幼稚園児っていう、あ、そっちの方が良さそうですよね。ソロダ君が鎌持ってこうわーっつってガーってやってくるみたいな。ソロダ君に切られたみたいな。切られたみたいな。いやいやいや、血出るの幼稚園もので。で、親同士の、そうそうそう、仁義なき競争の。あ、確かにそういうの。太田幼稚園はまず先生をぶち殺すとか。やっぱり幼稚園になっても太田は治安が悪い、うん、治安が悪い、治安が悪い、うん、みんなすぐお漏らしとかしちゃうっていうか。あ、そういうの面白いですね。まあ、世田谷とかはやっぱセレブが集まる幼稚園、ね、うん、あ、もう超高級幼稚園みたいなね。お布団は札束ですよ。お昼寝用の。もう金色ですね、うん、きっとね、幼稚園もね。幼稚園児学園パロディってあんまないんじゃないですか。いや、ない、ね、結構い、え、結構いいかもしれないです、うん、なんか確かに、なんか小学校ぐらいまではあったかもしれないですけど、幼稚園じゃないかもしれないですね、うんうん、いいですね、なんかみんな年齢がガッと下がって、そうそうそう、なんか何やっても OK 感ありますよね、うん、幼稚園児だったら。で、最終的に園田とかもね、こうおむつを変えてやればもう可愛くな見えますからね。とか言いながらおむつを変えられてる、変えられてみたいな。かわいい。あ、それをカオスだっつってこう。カオス。カオスだ。やだ、幼稚園児がカオスだっていう。いいですね、それは。おもらししちゃったから、ね。おもらし。カオスな。ちょっと おむつの中がカオスなんですね。いいぞ。はい、ありがとうございます。では小高さん、サイコロお願いいたします。ドン。1、自分がトライブに入るとしたらどのトライブに入る？なるほど。はい。これ気になりますね。そうですね、でもまあ全貌はまだ明かされてないというか、そのでアニメ出てないけど、やっぱみ、うん、あれですかね、世田谷かな。あ、世田谷なんですね。だから僕みたいなセレブはやっぱ世田谷ですよね。、うん、なるほどなるほど。そうですね、ちょっと世田谷トライブでも結構ね、キャラも濃いキャラが多いですから。そうですね、うんうん、まあ轟しかいないからちょっと嫌ですけど、今のところは。今のところそうですね、2人きりかみたいな。うん、やだな、どんな話するんだ。世田谷はさっきの話じゃないですけど、その最初に、はい、その提案いただいた時にもキャラクターが、はい、あ、いた、トドロキ以外にも何体か。あ、そうなんですね。提案していただいてたんですよ、うん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 、でそっちは結構なんか真のセレブ、うん、あ、そうですよね、徹底的にもトドロキはまだそのちょっとにわかみたいな感じですよね。上級国民、うん、上級国民、うん、もう本物の。結構入るの大変かもしれないです、ね、うん、家柄とか、もう家系血筋みたいな。血筋は見られる調べられる。だとしたらちょっと俺は大田区出身なんで無理かもしれない。大田出身のお前は無理だっつって。切られる可能性もある。切られる可能性もある、うん、でも入りたいですよね。入りたいですね、ステータスになりますよ。確かにいい暮らしができそうですね、うん、はい、ということでありがとうございました。ちょっとね、他にもね、どんどん聞きたいことがあるんですが、それはね、ちょっとね、後ほどね、聞けたらな、聞ける機会があればいいなと思います。はい、ということで、はい、以上がサイコロトークのコーナーでした。港トライブモンバー。こんな簡単な話、気づかない方がおかしいんだよ。当たらなかったとしても全力で振るだけだ。ガラクタだなんて言わせない。だけど僕にできることはこれしかないんだ。情報盛りだくさんでお届けしてまいりました XB ラジオサマーレポート2022ですが、あっという間にお別れのお時間となりました。ということで、最後に改めて告知周りについておさらいです。
そして視聴者プレゼントのキーワードを山口さんから発表していただきましょう。はい、視聴者プレゼントのキーワードはゲームもお楽しみにでございます。はーい、ゲームもお楽しみにですね、はい、にまでですね、はい、いや楽しみです本当に、はい、すいませんいやいや違います期待を込めて言ってます。もう少しお時間いただければなということで、期待してお待ちください。はい、応募ページは画面に表示されている QR コードほか番組概要欄や公式 Twitter からアクセスができます。皆様のご応募お待ちしております。それでは最後にご覧いただいている皆様へ小高さん山口さんから一言ずつお願いします。ではまずは小高さんからお願いします。はい、もうすぐイラストストーリーですかが始まって12月から Webtoon が始まって、はい、まあそれでちょっとこう見てアニメの方とかを振り返りつつ、うん、こうゲームの方を待ってもらえたらなっていうふうに思ってます。まあゲームの方は本当にすごい思った以上に多分豪華な作りになってると思うんで、その次の発表の時をぜひお待ちいただければなというふうに思ってます。はい、はい、引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では続いては山口さんお願いします。はい、ですね、あかつきゲームスのスタッフ一同、アニメのファンの皆さん、あとは小高さんの作品のファンの皆さん、スマホゲームのファンの皆さんの、期待を裏切らないように、の日々、一生懸命、ブラッシュアップ、にしております。本当にいいゲームを、お届け、できるように、頑張っておりますので、今後ともトライブ9の応援をよろしくお願いします。はい、ということでお二方ありがとうございました。ということで以上 XB ラジオサマーレポート2022でした。バイバーイ。